さあ、そして今日いただいてきたグッズご紹介してまいりましょう。こちらです。ドン。はい、またたくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、まずは富士高校、あ、今日ね、はい、すごいいい試合したんです、うん、あの文京を追い詰めて延長まで持ち込んで最後の最後惜しかった、はい、いや素晴らしかった、ありがとう、うん、そして多摩大目黒も、頑張りました。スタンド元気でした、はい、会場もね、あの男子な感じで良かったです。はい、習得、あ、はい、こっちも男子な感じで、あ、お母さんたち元気でしたからね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。足立西、あのこのストライプのユニフォームがこの夏で終わりなんですって。うわ、寂しいですね。で、西高も、はい、今日ねゴールドを阻止したの、うん、あれも素晴らしかったですよ、うん、ありがとう、ありがとうございます。そして田園調布、ありがとうございます、はい、緑色綺麗です、うん、はい、日大ブザー、もうね大応援団元気でしたよ、はい、いつも通り、はい、さあ、そしてタオル、武蔵ヶ丘、そして西高からいただいてます、ありがとうございます。さあ、ということで今日もたくさんいただきました皆さん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは残りの時間でご紹介しましょう、はい、ファックスです、こちら、ドーン、ありがとうございます、すごい、はい、まずは金城学園から、はい、あきらくん明日G2で待ってるよってはい、頑張れ金城学園球児、はい、そしてあと都立昭和も2枚来てます、初戦突破おめでとう、はい、そして日大智高、うん、ね、やっとできた1回戦、みんなそう、ね、そう思ってる、うん、アリンコ軍団八王子、楽しみにしてます明日ね、はい、アリンコ軍団、そして、日大武山、うん、今年こそ甲子園で効果、ね、そして府中工業、はい、3年生お疲れ様、そしてありがとう、うん、府中工業野球部の皆さん本当にお疲れ様でした。あとは石神井高校に来てますね、本当にありがとうございます、皆さん届いてます、はい、さあ、ということでね、本当雨の中大変だったよね、うん、大変ですよね、で、キシャンと同じ3年生が最後の夏たくさん迎えてるからね、うん、そう思うと本当特別な夏になってくるでしょ、キシャンも、はい、で、まだまだ一緒に頑張っていきましょう、はい、そして明日晴れるみたいです、みんな思いっきり行きましょう、はい、それでは頑張れ高校球児。